さんこんにちは、ビーレジェンドスメラです。本日三重県津市にある健康堂さんの方に来ております。ここでね、宮島先生にフィジークで勝つための体作りに大切なトレーニングをね、ちょっと解説していただきたいと思います。でまず第一種目、やっぱりフィジークでね、非常に大切な部位だと言われる肩のね、おすすめのね、種目っていうのを早速ですけど宮島先生に解説していただきたいと思います。よろしくお願いします。ですかね、スミス橋に使った、まあ、種目の中でもショルダープレスというのが大事なんですけど、まあ、ダンベルをねよくやるんですけど、はい、なかなか初心者だとコントロールが難しかったりするので、うん、やはりこうスミスマシンというのが一番コントロールもしやすいですから、まあ、こちらを使ったショルダープレスをおすすめしております。1種目目の結構もうメイン種目に持ってくるような、はい、そうですね、しっかり重量を使って、はい、高重量でやっていただきたい種目です、はい、日々だから重量を更新していくようなイメージで、まあ、そんなイメージですね、トレーニングをしていくっていう感じです。かしこまりました。ちょっと早速ポジションにつきたいと思います、はい、座席の位置はだいたいあれですかね、スミスのバーが自分の顔の目の前に、そうですね、まあ、垂直のスミスの場合は、まあ、背もたれを、まあ、10度ぐらい倒した方をおすすめしています、まあ、垂直にすると、まあ、垂直に上がっていくんですけども、そうするとトップで、骨でね重量を支えてしまって、特に高重量の場合ですね、はい、で肝心の、まあ、肩に刺激が入らないということがよくありますので、少し傾けて、まあ、いわば斜めに上げるような位置関係を作るんですね、斜めに。そうすると肩から刺激が抜けにくいので、少し背もたれを倒す方をおすすめします。で鼻すれすれに、バーが通るような位置ですね、はい、そうです。で鼻の高さから上に上げる、そうです。で少し角度ついてますので、まあ、肘多少伸ばしても肩から刺激そんなに抜けないです。はい、繰り返しておきます。で手の幅はこの一番鼻前下げた時に床に対して垂直ぐらいの位置でいいと思います。広すぎず狭すぎずですね。はい、繰り返します。下げる位置はもう、まあ、鼻の高さですね。で角度がついてますので、まあ伸ばしきっても抜けないです、はい。角度がついてスミスマシンだと背もたれは垂直でもいいと思います、はい、斜めのスミス、そうです、あのアングルの、ね、はい、スミスだったら、あの前方向に角度がいくんだったら背もたれは垂直でいいと思います。でテンポとしてはもう一気に上げて丁寧に押す、そうです。高重量を使うときはそのテンポでいい、